残り2分、名付けて2分でスーパータイムアップ。次の一撃で終わりだな。まさか佐野が自分で罰つけたとばかり思ってたけど、そうじゃなくて、よく見れば点々ついてる。さあ、とどめよ。相手を生き返る力。ふん、無駄な悪あがきは。場の流れが変わった。あ、何？この胸の高鳴りは。どうしたの？とどめ刺さないの？え？ふん、刺すわよ。とどめよ。無理、できない。やっぱり傷つけることなんかできないわ。まさかあれは相手に自分を惚れさせる力か。血を流さず互いに心通わせられる。なんと愛に満ちた力あるか。そうか、私の力って相手をメガネ好きに変える力だ。はい？何言ってるの。メガネなんか好きになるわけないじゃない。じゃあおるよ。え？あなた、壁に頭をぶつけるとかして自分で気絶してくれない？じゃないとあなたの大切なメガネへし折るよ。好きなんでしょこの子が。好きじゃないわよ。本当に？全然。だから折っても何の意味もないからやめなさい。好きじゃないの？好きじゃないね。むしろ嫌いよ。なんだ、好きじゃないのか。嫌いも嫌い、大嫌い。そっか、じゃあ折る。私に勝とうなんて100万年早かったわね。なんだこの戦い。へえ、面白い力だね。あの手の力は相手の強さに関係なく気絶に追い込める。ある意味最強だ。モリアイ、下手したら彼女が一番厄介な相手になりそうだ。タイムアップじゃ。得点3対2で植木チームの勝利じゃ。なんでゴーストたちが喜んでるんだ。ストライキの結果、給料が上がりに上がったらしい。